さあここからですね、先月発売されましたオプス星歌の響きフルブルームエディションをご紹介したいと思います。さあどんな作品なのか、キャオルちゃん教えて。はい、本作は2021年に PC 向けに発売され高い評価を獲得したオプス星歌の響きに日本語ボイスが追加された任天堂スイッチ用タイトルとなっております。主人公リバックの CV は寺島純太さん、リバックと共に旅をするミコ、エイダの CV は長谷川郁美さん、エイダの宇宙船の操縦士ラミアの CV は鈴代さゆみさんが担当しております。オリエンタルな風合いを持ったスペースアドベンチャーゲームで、プレイヤーは流浪の貴族リバックの分身として戦争で捨てられたミコ、エイダと共に膨大なエネルギーが眠る惑星龍脈を求め広大な宇宙へと旅に出ることになります。なるほど。ちょっと龍脈がね、ちょっと我々の思っているそれって若干ちょっと、宇宙においてのってことなのかね。よくね、大地の龍脈とかよく聞きますけどね。なんか大地の中で一番パワーがあるとこみたいなこと言いますけど、まあまあでもね、膨大なエネルギーが眠る惑星のことを龍脈と、それを目指しながらということなんでしょうけども、はい、これをこのオプスシリーズでいうと第3作目となるわけです。あ、シリーズなんだ、地球計画、魂の架け橋それに続くということで、宇宙がテーマに挙げられた SF ストーリーが楽しむこともできると。星歌の響き、まあ、一応、今作からでも全然直接つながりがないので、問題なく楽しめるということでございます。なるほど。僕これ Steam のウィッシュリストに入れてたゲームです。あら、おお、で、あ、ここで俺はやってしまうんかって思ってますけども楽しみです。前2つは、前2つは、あ、だからシリーズだっていうのここで初めて知りました。あ、なるほど、じゃあ今後またより楽しめますな。はい、ね、じゃあ早速やっていきますか。そうね、まあ、ちょっといろいろ気になるところもありますけれども、じゃあ早速やっていきましょう。はい、じゃあ山本ちゃんがプレイしてくれるね。はい、では上陸します。はい、なんか宇宙がゴールドラッシュに湧いていた頃の物語と。宇宙でゴールドラッシュってなんか新鮮ですね。ねえ、まあ、だからそのレアメタルとか、レアメタルとか、そうですね、金だけじゃないですよね、宇宙だったら、まあ、財宝を求めてといったとこですが、さあ来ましたね。対立の加護、今から龍脈の探査を開始する。誰だ、これは。おじいさん。ゴールドラッシュが開けた後ってことは、ある程度もう資源をないなくなっちゃってるってことですよね。おっと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 。当主、恐れ入りますが、この龍脈は全く資料がございません。ご自身が危険を冒さずとも、このような場所は他の者に任せては。若い自分にいくつの龍脈を越えてきたと思っている。心配は無用だ。お主らだけ危険な目に遭わせては当主として面目が立たん。当主、すでに一族のために人生の大半を犠牲にされて、もう良いではありませんか。若き日を一緒に過ごしただけの一人のために。そこまでにしておけ。字が大きくなった。申し訳ございません。字が申し訳ございません。今この時をもって私はただのリバクだ。飛び家の当主ではない。ここはあの時一緒に歩くのが叶わなかった道で、ストーリーが巻き戻るって感じなんですかね。ってことなの？歴史というか時間が。伝説によれば、まず太陽神が生まれた。その炎は岩壁を覆いとどまり、やがて龍脈と呼ばれた。日本語が後から追加されたってことは、ここは本来は音楽と文字だけで進むシーンだった、ね。龍脈の力は衰えを知らず。あ、そうなんですよ、ね、音声が後からついたらしくて。古代文明マンドゥを生み出した。マンドゥ、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 ドゥ、マンドゥ、8年6天17地1
1万年恒星が帰るとき、我何時とともにここに眠らん。すごい。誰かお墓に、ね、古代万道の男。男。苦労と共に生き、最愛の人と出会うことが叶わなかった龍脈の主。あのこのゲーム台湾のゲームメーカーさんが作ったらしくて、だからちょっと漢字で難しい読みとかもちょこちょこあるようなんですよ。多数の瓦礫と壮大で神秘的な青いエネルギー、すごいローカライズちゃんとしてるんで見れますね物語は。ヘイダ、まあだからこそ音声が欲しくなるんですよね。ヘイダ出てきましたね。本当は龍脈の教団から逃れたいものだ。え、なんか何こ怖くなってきた。え、なんかホタルみたいな。なんで君の元に帰ってきたよ。帰ってきたって、なんとなく文明はあったような感じしますもんね。惑星を歌が聞こえる。レイダ、また歌声を聞かせておくれ。なんか悲しい、切ないって感じというか。偉大な龍脈探査者になり、英界飛び家に栄光をもたらしなさい。今はの際に母上が残したこの言葉を今でも思い出す。家のためにってこと言われたね。今から100年の昔、ね、今ちょっと重かったですね。大変だなって今太陽系3回偶然発掘された龍脈の遺跡にこの惑星系はにわかに色めき立った。さっきのところが綺麗だったんですね。辺境の地だった山海は各地からの龍脈探査兵で溢れた。この20年間は争いが絶えず、人々はこれを龍脈大戦と呼び、死者は1000万を超えた。最終的に大型財団である惑星工業連合が勝者となり、事態は終局を迎えた。しかし高連の勝利も平和にはつながらない。龍脈の巨大な誘惑は人々を惑わせたままだった。争いは民間に飛び火し、依然として龍脈をめぐる小競り合いが続く。ついには無法者たちが組織化を始め、あちらこちらで盗掘が起こった。大戦の炎は鎮火するばかりか、小惑星には無法者たちが増え続けていた。豪を煮やした高連は今までの高圧的な管理をやめ、龍脈を解放し法の下での採掘を許可した。この知らせは一瞬で山海に広まり、無法者の危険の地下から探査者の楽園へと様変わりした。身分職業問わず一つの目的のため、外惑星からも人が殺到した。龍脈を自分のものとし、一攫千金、立身出世の夢を叶えるために、もちろん国に帰れず放浪していた私も、あれは66年前、エイダと出会った年のこと。よう覚えてるね。まあ、昔もねこの地球上でもゴールドラッシュありましたから、ね、うん、それでもうわーってみんな行ったり、オーストラリアっていう大陸にみんな移住するためにはとかね、結構ありましたからね。今でもだからダイヤモンド鉱山とか金とかどこではそういう揉め事起きてますからね。そうですよね。それの宇宙規模ってことね。けどある程度こうルールが決まった時の話ってことね。すごいな。
66年前お坊ちゃんには無理ですよ。探査は遊びじゃない。やってみなきゃわからないさ。お、若くなった。情報はもう全部お売りしましたよ。あれがあのピンボケした写真1枚と大まかすぎる方向、これあんなのでどこが龍脈かなんて誰がわかる。写真、船じゃん。おやおや、イコがいないんで。なるほど、それは見つからないでしょうな。イコがいたらいないとダメだ。龍脈を見つけられるってことなんですかね。お客様、エイカイ人でしょ。鉛でわかりますって。まさかミコすら知らないなんて。それでエイじゃない。百商売かかってんの。お金を払った以上、義務。若、まずは落ち着いて。この程度のことで。若様。家柄すごいいいのよ。でも、なかなか若って呼ばれますね。親とお金もないない。お坊ちゃん、もう一回言いましょう。龍脈なんて見つけられ。腹立つ。話して。いやいや、お前が悪いよ。貴様が何を言おうが自由だが、バカを侮辱するようなことは許せん。カイト、やめなよ。カイト、カイトですね。口を慎め。我々英会人は巫女などには頼らんのだ。巫女には頼らん。え、若、兄さんら英会の貴族で、はあ、よりによって一番嫌いな三代の鉱山採掘に乗り出して高齢に尻尾を巻いて逃げ帰った。それでまた三回に、なんとも熱つらの代わり。巫女がいなくても自分で考えたらいいしょ。若、どうしましょうか。二三発殴れば素直に選んじゃった、選んじゃった。殴ります。いやいや、もう万能は無常、まあ、おばさんかどうか知らんと。私にいただけませんか。あら、あ、でもおやまあ、どこぞの美人さんで。急に来たぞ。おい、何なんだよ。エイダさんじゃないの。暴力的な英会人より私たちにその情報を売った方がいいですよ。あ、横取りすぎた。私たちの戦隊の巫女は龍脈探しのエキスパートですから。素晴らしい。やっとまともなお客。ピチピチの感謝者様には600クレジットでご提供。安い。取引成立ね。おい、聞けって。はい、これ振込先と ID ね。3標準時以内にお願いしますよ。情報はメールで送りますんで。エイダって名前の振り込みがあったら、それが私ですから。エイダだ。お、龍脈は風水の導きとともに。んじゃ、巫女さんによろしくね。巫女さんによろしく。ちょっと待って、まあ、先端に巫女がいるって言ってましたもんね。じゃあエイダは巫女じゃないの。カイトに邪魔させよう。なんか下の選択肢不穏なのばっかですね。お前ギョイですぞ。邪魔させても近寄らないで。あれ、新しい。もう取引は終わったでしょ。お姉様に何する気。お姉さん、ガキがうろちょろと。カイト、子供だぞ。いや、自分で指示しました。ガキがって言ってましたから。そっちの商談も終わったでしょ。一体何がしたいの。ラミア危険よ。すぐ手が出る人たちだからそうです。お金を払わない方がいい。3発殴ればって言ってましたから。その情報に価値なんてないから。もし信じられないなら、これを。詐欺師は大体自分も被害者だって言うの、テンプレ野郎。ラミア、ちょっとやめなさい。めちゃくちゃ悪いな。三回人をいじめるような奴らに遠慮はいらないでしょ。ごめんなさいね。きっとあなたの言ってることは本当だと思う。もちろんさ、人種感。この写真見てよ。でも、ギスギスしてる感じ。暴力で解決する人は嫌い。さっきの無効無償。開口夢中ではまた。これ選択肢でなんかもうちょっと変わってたのかな。まああまりここはそんな。でも仲良くなれたとは思えんけどな。ちっちゃい子は喧嘩口調でしたもんね。
お？ぽやー。光ってますね、下のが。取り選んじゃないの？来ました、OK。龍脈大戦18年も戦争やってたんだ。長い。長い。まあ、まあでも宇宙の18年ってなるとな、ね、まだ短い方かもしれないね。次の？あ、全部。なんちゅってんの？これ何？誰？龍脈協会の人みたいですね。うん、お母さんじゃない、ね？お母さんじゃないですね。お母さん。もう亡くなってるで。お母さんの遺言でしたもんね。うん、あら危な。そういう組織やった。うん。あらあかんな。おさ情報つかまされてるじゃないですか。そう。こういう時はほんま何信じていいか分からなくなるからな。ほぼじゃないからっていう獲得。違法録音のミコ流名。あ、これを使えばミコさんいなくてもミコの効果が得られる的な。ああ、小惑星の座標を算出できるって感じですね。うん、うんうん。ミコの力すごい。はい。ナビ起動。ナビ起動。あ、これでさっきのあの白い牙のとこに行けたりするんですかね。タイツコ。なんかタイツの家具ってなんか決まり文句みたいな感じですよね、うん、きっとね。うん。いや今日はいろんな種類のゲームがある。これも出どころとしてはインディーゲームのカテゴリーに入りますもんね。なんか物語がすごい。そうだって、こだわってこの空間の面白い箱と、はい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 、時間の面白いあのマスコ、はいはい、この宇宙の壮大この規模のでかい今日すごいな種類全方位いってますよ、ね、すごいな2次元、3次元、4次元、5次元、すげえな。でも警告しに行ってあげるの優しいね、うん、やばいね。あ、そっか、さっきの貴族です、ね、エイダが向かっちゃってるかもしれない。向かっちゃってるから、ね、それすれ合うもですね。ミコは兵器なの。ミコの存在結構でっかいってこと、ね、でかいですね。お、来た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 。あ、これ一番最初行ったって。おおじいちゃんと行ってたとこちゃん。え？見てない。なんか上陸するってなったところの場所ですか。最初のなんか俺最初なんか宇宙船入っていくのかなと思ってる。リバクじいちゃんが入っていったとこ見てる。あ、でもこの時代こんな感じ。優しいなリバク。冥界城忘れずに。獲得冥界城。冥界城もなんだ。なんだろう。天地の輪に轟く流鳴を再現せよ。訓練の時に受けた宴会同盟の探査者の名言を忘れたことはない。これ何、どうやって使うんだろう。この世界では冥界城っていうのが武器かなんかなんですかね。ね、これ武器ですよね。うん、使い方がちょっとわかんない。なんか作品によってその世界でよく使われてる武器って変わってきますね、うん、ここでは杖なんですね。なんか選択肢によってアイテムが獲得できたりできなかったり。ちょっと小突いた程度で、なんか、はい、先ほど注意を受けて全ての選択肢上を選びなさいと怒られましたやっぱ 2,3 発殴るのはあかんかった、ね、ダメだったそうです。あえて揉めんなってことですね、平和的にいこう、ね、なんで全部揉めに行くんやろね。やっぱさ自分でやらない、みんな
らが選ばないのをここで見せてあげようと思うじゃん。そうそう、そしたらあの上を選びでくださいっていう、はい、そうなんでしょうね。いただきました。ちゃんと理性的な主人公でいてほしい。これさっき開けたとこじゃん。ね、さっきの似てるけど、でもここ似てるんじゃない、基本的に。全部こんなんなんかな。どうわかん、多分そんな気もしますけど。どうやらこのもんで間違いなさそうです。あのナビがあるってことは他のところにも行くってことですもんね。ねえ。さっきなんかナンバリングされてたもんね。うん、小惑星なんぼっつって。この門の中に入るためには、龍脈をここまで改造できるとは、おそらく退役軍人の集まりでしょう。こちらへ。かっこいい声やな。どちらに行きましたか？あ、それ選べんじゃないですか。これは何に使うものなんだろう。これは。あ、それしか言わないですね。おや。足場に登るときはできるだけ静かに、気づかれぬよう注意してください。うん。ほうほうほう。あ、けど操作自体はすごいシンプルですね。そうですね。なんか音を立てようもないですね。なんか光ってる。行動は素早く。壁画謎は、あ、はいはい、ごめんなさい。英会で見た気がするんだ。当然です。実績とかあるじゃないですか。ここは龍脈文明の故郷ですから。対一の加護、僕たちの信仰と3階のマンドは本当に繋がってたんだ。私からすればどれもただの鉱山ですよね。あ、ごめん、早く行こう。まあでも、切り上げ、そういうことなんだね。シンクな、ここにも門がある。むやみに触らないでください。めっちゃ怒るね。自ら潜入をばらしたいのですか。大丈夫さ、考えすぎだよ。行きましょう。まあなんかこうおこごと多い感じ。そうね、執事であり先生でありやり護衛でもあるでしょうね、きっと。全部担ってる。ちっちゃくなんだろう。もうカイトさんが道半ばで亡くなってしまうような。行けるのはここまでですな。そんなことないですよね。リバク様、若様。あそこは誰も警備していないように見えます。私はここで警戒しています。若は他の道を探してください。この道を、あ、その奥に行けます、ね、扉の奥、右奥みたいなところでいいですかね。カイト、上に行けるみたいだ。素晴らしい、行きましょう。あ、めっちゃ褒めてくれる。褒めて伸ばすタイプ。いや、どこもいっぱいおるよ。違法改造船ばかりだ。船を解体して闇市で部品を売ったりしているんでしょうな。バレちゃう、バレちゃう。いや、こんなライトついてるとこダメだって。ライトって眩しいから、ライト下から見えない。どこ消えてる。なんだこの、ここはおそらく大丈夫そうです。本当に細かい崩れた。そうじゃん。なぜみんなどうなさいました、若。カイトの指示を待っている。何、指示待ちは良くないぞ。若はすでに一人前の探査者ではないですか。とりあえずボタンを押してみよう。ミコの留名はお持ちですか。ずっと怒ってるから。もちろん。いや、それは奏でましょう。今までの訓練は。急にそんな言われて、ね、勝手なことしたら怒るのに。指示待ちはあかん。お、さっきの杖ですね。あの、巫女の、巫女のやつを使ってみました。おう、音源が破損しているからです。え、カイト、意地が悪いぞ。本当だよ。怒らずに、教え忘れていたことがございます。こうやせな、覚えへんから。周りをよくご覧なさい。
あそこにあるものが分かりますか？3階特有の装置、流明箱です。おうおうおう。探査時には音源が破損していたり、演者の能力不足で行き詰まることが多々あります。演者の能力、手持ちに B 級音源しかない今がまさにそうですな。 B 級音源っていうの、役者的には演者の能力不足って言葉がなかなか痛いですね。なんかちょっと心に突き入ってきましたね。いや最初からじゃあ開けてくれよ。このような状況を打破するためのものです。音源の破損が何ですか？対一の加護、流脈は常に活路あり。すごい、すごい世界観を考えはんな。音叉みたいなことね。内部はこんな感じなんだ。採掘され尽くした後に廃棄されたのでしょう。ラッキーですな。さあ行きましょう。廃棄されてるからってこと。カイト、これ力燃料管だろ。奴ら牛脈を食い物にしてるのか。無法者同士奪い合った結果か。ほとんど残ってないように見えますな。なんかこういうの拾っていくんですね。大事大事大事。その調子です。訓練をした甲斐がありますな。行き止まりか。流脈は常に活路あり。よく見てください。お、見本見せてくれる。調子です。行きましょう。おうおう。広。移動は基本横移動しかない感じですか。そう、横上ですね。あ、あと奥も行く。奥行きも。おうおうおう。ゲームは奥行きあって作られてるからすごく広いですね。今更ですね。え、実際に目にしてみるとやはり細部の違いが気になりますか。おお、びっくりした。落ちたかと思った。お前な。この離水管がおそらく主要な管です。あの二人はこの奥に。やってみる価値はあるでしょう。流脈最深部といえば祭壇、悪党好みの場所ですから。助けに行くんだ。んまたか。じゃあそっちだ。あ、けど上にもありますね。両方か。水が満タンになったぞ。お見事です。ではこの次に何をし、流明で風天箱を起動させると溜まった利水がガスに変化する。ほう、それで上下できるってことね。それでガスになるかね。奏でても反応がない。予見できた反応です。流面の中に力がありませんから。あ、こっち先ってこと？そうじゃないですかね。おお。おう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 。おおおお。何何何何何？結構バレるでこんだけ。なかなかね、ボンボンやってますね。
頭持ってるんか。あ、止めてね、止めてね、あぶねおそらく風天箱のオーバーフローですが、機械が古すぎると耐えられないのです。ご注意を。時期は時期教師です。覚えることいっぱいだな。ごめんなさい。指示待ちあかんって言ってめっちゃ怒られた。下にあの女2人がいるでしょうな。もし奴らがあの2人を人質にした場合、躊躇せず始末します。助けに来たんだぞ。逆の立場ならあの女たちはきっと。見てんのか。8時間ごと前とかでいいんですかね、これね。そういう意味ですかね。女の子らの話かな。ね、お姉様、この情報当てになるの？少しリスキーかな。いろいろな情報を見てきたけど、だいたい反社会的勢力と組んだ龍脈詐欺なのよね。いつの時代も変わらないですね。でもリスクはつきものでしょ。はいはい、プラン通りしっかりやってよね。はは、承知しております、親愛なるラミア殿。プラン1は？もし本当に龍脈の兆候だったら、外で私の帰りを待ってて。プラン2、無法者のアジトだったら私は巫女だとアピールする。で、龍脈を探すのを手伝う代わりに解放してと嘘をつく。じゃあプラン3、24時間経っても私から連絡がなかったらそっちから連絡してもらう。肝心なのは何が起こってもラミアが助けに来てくれるってことでしょ。それな。でも外にいなかったよね。そうやな、船もない言うてましたもんね。まあでも20どどどどん一緒に来たお、おもうピンチやん。出てこい。隠れても無駄だ。面倒なことになったわ。プラン2年。だから言ったじゃん。あ、これモニター宇宙船で突撃しようか。ってことですね。まだ早いわ。周囲にどの程度船がいるかわからないし、計画通り行きましょう。24時間過ぎちゃったらラッセル先生に連絡して。観念して出てこいよ。身の代金持って迎えに来てもらいな。マンドーは無償、保証、どうかお守りください。お、巫女だお言い張って押し進める。おや、ずいぶん若い客だな。あなたがリーダーね。私はビジネスの交渉に来たの。前に来たネズミ野郎も同じこと言ってたな。おい、仲間は見つかったか。ボス、レーダー上のどこにも奴らの船が見つかりませんぜ。私は本気よ。話す価値はあると思うわ。ベテランには見えねえけど。私たちの目的は同じ、言うまでもないでしょう。ならお前が本気だとして、この白い牙に何の用だ。聞け、俺らは闇市の運び屋に過ぎねえ。でお前は何がしたい。私は巫女よ。なんだと。私には龍脈探しを手伝ってくれる人が必要なの。おカイド、前、おい、前にいる。いいとこ。静かに、バレないように。一応静かに言ってる。息止めちゃいそう、ええ、どうやって助けるんですかね。杖しかないよ。一人だけだ。もう一人は船の中か。よく聞け。
取れないな。お静かに変わりましょう。たかがネズミが大きく出たもんだ。ミコさんよ、龍脈を探すのはあんたらのお箱じゃなかったか。龍脈大戦で三回戦度の龍脈を見つけ出したのはお前さんたちだろ。私ができるのは発見まで。探査ができる人が欲しいのよ。あなたたち適任じゃない。つまりお前が探して俺らが掘るってわけか。取り分はいらないわ。そこで見つけたものを教えてくれるだけでいいの。嘘つき。あ、お取り分がいらねえ。そんな話聞いたことないよな。お前一つだけ要求させて。もし工業連合の軍隊と目標の龍脈が被ったら先に動いてほしいの。ん、うん、何を考えてる。高連のノロマどもに遅れを取るバカがいるか。取引成立かしら。気前のいい話があるもんだな。先に言っとくが、さっきまで俺はミコが大嫌いだったんだぜ。わかるわ。私も自分が嫌い。ミコは自分たちが正義と勘違いして高連のクソどもに協力しやがった。素晴らしい三回も無法者がうろつく魑魅魍魎の世界になっちまった。あの戦争は間違いだった。選択を誤った。俺たちだって元は対戦で行き場を失った三回人だ。 お前らミコさえいなければ、こんなくすったりになり下がる必要はなかった。そうです ねこの三回元々いたってことですよね。みんなの仇を取らせてもらうぜ。え、やばくない？大丈夫か？私は違う。やばいよ。やばいです。曲げません。白い気は。下最低じゃないですか。言う通りだ。上にしましょう。ほんとくないよ。冗談さ。勇気あるな。すごい選択肢やった。組むつもりは。これ全部下を選ぶっていうのやってみたいですね。逆に。こいつを送ってやれ。どんな風に。うわー。ああ、いったいった。すごい。激しめにいくな。仲間がいるぞ。動くな。ミコがどうなってもいいのか。何知らない。こっちにだって一人いるぞ。デバク落ち着け。そいつを俺に貸して下がれ。動くんじゃねえ。あらあら、一歩でも動いたらこいつの頭が吹き飛ぶぞ。いえ、ドイツに雇われた。ボス、見つけました。衛星の陰で船が隠れてやがりました。なかなか両方人質取ってるって図あんま見ないですね。これは貴族船です。貴族船です。海魚の位置がバレた。ミコと英海貴族のコラボ。こんなところまで来て何が望みだ。だから知らない。ね、黙ってろ、この娘。あやが騙されると思ったぞ。リバク、面倒なことになったな。下見る。おい、後ろの大将も動くなよ。お前は手だれっぽいからな。バレた。今自分がどうするべきか分かってるな。さあ、どうすると思う。カイト、僕たちは救いに。動くな。二つ要求する。一つ、三つ数えたら人質を話せ。こちらも話す。二つ、俺様の船に近づくな。一つ目は異論なし。だが船を諦めろってのはな。ボス、お前に価値があるんだってよ。オーケーなら3つ数えるぞ。いいな。ご勝手に。1。演技上手だったな、ミコモドキ。本当に知らない人たちなのよ。2。英会は主従関係がすごく厳しいんだって。お前雑魚そうなのに幸運だな。リーバック、奴と話すな。
いつ捨てられるのか気が気じゃないだろう。カイトは僕の護衛だ。それを言ってはガキのように若っ。うん、おー、嘘、当たっちゃった当たっちゃったほらリバクアホ終了一番最悪の展開当たってしまう、ね、護衛とかって言ったらね、貴族ってバレるから、うん、まさにでしたね。白い牙、頭が良かったですね。いやリバクアホまあ、そう、カイトさんがこの程度であることを願うばかりですね。あ、確かに確かに、かすり傷っていう可能性もなきにしもあらず。早くお逃げになってくださいみたいな。若若じゃないバカでしたね。めっちゃ気になる続き。いや、何がどうなって、どうなるんやろう。全くもう序盤も序盤、うん、なんか7から10時間で完結する感動のメインストーリーなんだ。そんなにサクサクいけんの？あれからエイダとのどういう関係になっていくのか。サイドクエストなどがいろいろあるからもうちょっと時間がかかるかもしれませんけど、今回やりませんでしたが、直感的に解けるサウンドパズルっていうのもあるそうで、面白そう、まあ、音楽いいですもん ね。あとはあと選択肢でいろいろ変わってくるそうで差がすごかったですよね。いい人と悪い人の差が本当にすごい差が、ホワイトブラックが分かりますから、うん、さあということでございまして、まあね、シリーズが3つまで3つ目まで来てるってことは、うんうん、かなりしっかりと面白い作品であることは明確なので、ぜひ皆さんねチェックしていただきたいと思いますが、でもカイトさん生きててお願い、ね、最後に発売情報いきましょう。ギャルちゃんお願いします。はい、オプス星歌の響きフルブルームエディションは任天堂スイッチで発売中です。ボイスなしのオプス星歌の響きはスチーム版で発売中です。気になった方はぜひ遊んでみてください。ねえ、やばい、コメントにはありますけど、こっから66年どうなるんだっていうね。確かに、確かにそうやね。はい、ということでございまして、気になった方はぜひやってみてください。ここまではオプス星歌の響きフルブルームエディションをご紹介しました。